進めてないんでね。幽霊戦4。そういえばエビさんはこのゲームどれだけガチなん？あんまりガチ勢ではないね。ほんと昔と家に集まってちょっとやってるとかそういう感じじゃないね。ガチ勢じゃないね。少なくともエンジョイ勢だね。本当に幽霊戦の BGM だな。これマップが見えねえか。どこに置くのがいいかな。ここかな。はい、これ上だよ絶対。こっちがいい。ちょっと斬新な位置取りだけど、こう多分右上が一番いい。右上だとね、あ、右上か。右上にしとる。あよく親父、レベルをグラスで。みんなも、各々好きな酒を。今日は俺は無駄の時になる。はい。インディアペールエールか。2歩しか進んでないんだが。あ、すごい。7。じゃあ僕はハートランドをいっぱいください。渋いですね。ハートランド、瓶のやつしか見たことない。瓶のやつ以外のハートランドってあるのかな。これ750の瓶しか見た覚えがないけど。前半に来てほしくないカードが出るな。8。あれはキリンが作ってるんだっけか。1しか出ないんだけど。1しか出ないんだが。9。ハートランドは日本のワキリンがライセンス生産してる。3回連続1なんだが。全部集めてるやついいんだけど、マークまだ1個も見てんだけどさ。
習してねえじゃん。一周できないんだな。株買ってないとこの増資って微妙じゃない？さっきのやつは5倍買いの防止と、あと物件を売るを引いた時のための対応よ。
くんねえかな。くんねえな。500は大きい。されない。要素されないんだ。ぬるいぞ。下でいいんだよな。
すんのちょっともう難しいですね。What?
11、これこそスイッチで出てほしかった。2台分ネット料金課金は厳しい。ネット対戦やってなんぼのゲームだし、やるならプスン払わないといかん。確かにスイッチでやれればスイッチでやりたかったけどね。こういうゲームこそやっぱりなんだっけ、あの人んち持ってってコントローラー2つついてるわけだしね。あの立てかけでイラストできればさん、エビタソさんこんばんは。エビタソさんとはね、ちゃんとあれだよ、ツイッターで相互フォローしてる関係だからね。14、桃鉄は時間かかるからしんどいけど、これは結構さっくり終わるから好き。破産とかで終わる場合もあるしね。割と目標金額にもよるけど、さっくり終わるね。あ、グランドキリン美味しいわ。3種類飲んだけどどうしよう、どうしよう、全然美味しかったちょっとグランドキリンはいいな。皆さんグランドキリン飲んだことある？今回初めてグランドキリンを、やっと踏み上げる。グランドキリン3種類ほど、これも美味しかったわ。これでもかなりいろんなビールを飲んでいるけど、それでも美味しいと思えるぐらいの美味しかったな。ホワイトエールが本当になんか白ワインみたいな味すんな。他のグランドキリンもちょっといいかな。
クラフトビールをユーロ試して買ってみてるけど。15マップ全部出したの？全然まだかな。初回特典で、いくつかマップが出せるんだけど、それだけかな。揃えるために、おおひでえ、ちょっとスコール君ずるいんじゃないかな。16無料で遊べますか？ネットに繋げなければ。あと体験版があるよね。体験版だとマップ一つしか選べないけど、無料で遊べます。ネット対戦も2日間だけ無料でできる。17体験版あるよ。
18言ってたか。高3配信にいるやろ。鏡をつけとるやろ。ちゃんと酒飲みながら高3配信見てるから。19、勝手に死んだ存在にしないで。そうだよ。あー、これ変えるの？これ変えるんですかね。あ、変える。左の株売って買うかどうかかな。スコールの土地だったら問答無用で家なんだけどさ。悩む。結構売るな。必要な痛みだからもう。トルネコ。マハラゼ的な意味なのかな。いい方向に来てるね。うちの店結構いい店揃ってるから。帰った。帰り寄ったあいつ。
自分のお店だけ半額。いやーちょっとお客さんが来てるの勘弁してください。このお客さん入りそうなんだよな。はい、次のお客さんも入りそうなんだよな。はい、入んないの入んないでしょ。腹立つな。かなり CPU が弱くて助かってる面があるな。それだったらなんかスコールにぶっちぎられてもおかしくない展開ではあるけど。13% 下がるだろう。ああ。
買わないよ。ああ、止まんなかったか。止まんなかったか。ここ買いやがった。3人が3件ゾロ用意したね。22プレイヤーを待たせるな。23コレクプセン足駅駅餃子を
餃子を用意してきました。餃子ですよ。皆さん餃子ですよ。なんと餃子ですよ。24、そういやイカやってませんね。モチベーションがなくなったからね。もうほっぽりっぱなしですわ。あ、おいしい。25、多分エビさんやってた頃と全く別物なってるよ。全部調整入ったし、言っても俺全然ランクも上げてなかったから、こんなにたくさん武器使ってないよ。本当に未だに使ったことがないスペシャルとかあるからね。イカも後でちょっとやりたいと思ってんだけど、26、コウさんもスイッチ勝ったそうですし、一緒にやらないの？やりたいと思ってるんで、コウさんがスプラトゥーンをやってるっていうのを見たから、ちょっとリハビリしようかなと思って。あ、これだけど一回待つべきかな。だけど増資する機会があんまないからな。まさかと思ったよ。27、コウさんご苦労ぜ。28、コウさんはファクトリオもやらないとダメだし、ソニもやらないとダメだし、イカにもやらないとダメだし、大変だね。というかね、コウさんもイカもやらずにオデッセイやるんじゃないかと思うんだけどね。マリオです。29、マリオやる暇はさすがにないわ。後回しにできるし、俺は来年だな。であれでしょ、スマホ版の動物の森とかも出てんでしょ。あれ、やってる人いる？スマホ版の動物。気になるんだけど。正直なところ設置がないみたいな話を聞くけど、30、来月末からです。設置がないみたいな話を聞くんだけど、
31、ショボーン、ここが今日のモノポリー小屋ね。他の好きな人、ああ、増資をするのもいいな。増資をするか、銀行にそうか。32、豚は出荷用。33、ショボーンソンナー。34、本対戦だとチャンスカード潰したら集中攻撃されて破産させられるって本当ですか？まだらになるだけだよ、チャンスカードは。平和に進むか、まだらになるか。35、そういえば10インチタブ測ったの。36、全員のヘイト高めるのは事実だね。ペーパーを買いました、ホワイトペーパー。使わなくてもいいやという思い前提にして買った。あとでダメだと思う。
37、ライツベレータスと流行らせてください。どうなんでしょうね。他にやってくれる人がいないと、あと俺の方も一人よく全然進めてないからね。三章どう、誰かな。38、ベリさんが頑張ってやってた。あ、ビンゴ賞、うん。39、入る入る詐欺が多いねん。あの40、ライツベでやってる人はいるのはいる、ただやってた人が別ゲーやり始めた。41、タロイモ02、これ欲しいけど高い。体験版をとりあえずダウンロードするといいですよ。無料なんで、体験版でとりあえず一戦やってみると。42、いやあいつら週に1本も2本も新作ゲーム買うようなやつらだから忙しすぎて期待できない。43、プレステ4でやるフレンズいないなら体験版で済ませた方がいいかも。野良は当たり外れが大きい。固定で、フレンズとダメだ、フレンズっていうとなんかもう他の意味に なってる認識だから、フレンズっていうとなんか笑っちゃうんだけどさ。フレンズがちゃんといて、メンバーが4人揃うんだったら、出すとかなり入らずですか、かなりいいんだけどね。 リアルフレンドにちょっとね、買ってもらうようにお願いしようかなって思ってますね。PS4 持ってないとか言うんだよね。ビタもないとか言ってるから。いい勝負だった。ハブの動きがわからないチビたちにボクちんが負けるわけないだろう。油断していたら、あなたが株を使ってくるなんて完全に計算外だった。体験版を落としてみる。ここで店に来ると思ってたんだよね。
逆転の主任ありがとね。あんな高いお店ありえないわ。次に見かけたら壁を蹴破って突っ切ってやるんだから。誰が踏んで欲しかったな。そのところもわからんとは。4桁も焦っけないな。株の使いようによってはすごい効果を発揮するので勉強になったわ。予想通りの展開。さ、ありがとう。いいね。勝利は最高の数ですな。知らないんだよなこいつこのドラクエやってないからな。このファイナルファンタジーもやってないな。あ、ノクティスがいる。ノクティス、ノクト、はい。44、やったつれは言えたじゃねえか言えたじゃねえか。ちょっとマップだとか、他のマップがちょっと見たんだ。どういうしようかな。追加ボール、あークイックボールとかもしれない。餃子を片付けますわ皆さんも今のうちにちょっと酒を用意しておいてください。45なんて無節操なタグ付け。
音がしない。あれ音がしない。なんで？あれ音がしない。ちょっと待って。あれ音がしないぞ。どうした？46、配信では音聞こえる。あれ？あ、ヘッドホンの問題だったわ。ヘッドホンの問題でした。ヘッドホンの接触が悪くて音が聞こえなくなってた。ごめん、ビビった、壊れたと思った。割と壊れてるんだけど、47、もっと声を大きくして。ごめん。これでいいかな。ちょっとマイクを近づけました。マイクを近づけました。大丈夫ですかね。よし。じゃあどうしようかな。やらないけど、残りの挑戦を。あ、ノクト。48、ブルエトースのやつ買って接触不要なくす？ブルエトースのやつ。あー、いや、今やってるのは Bluetooth ではないね。あの、普通にヘッドホンで。で、アンプに、あの、直で繋いでんだけど、アンプとの接触のところがちょっとあの相性が悪いのかどうなのか、片方しか聞こえない場合があったりするんだけど、今先聞いてたら片方じゃなくて両方の接触が悪くて音が聞こえなくなった。Bluetoothじゃないんだよね、有線なんだけどね。全然有線なんだけど接触がおかしいんだよね。49、選べたじゃないか。選べますね。上から行くのかな、これ。直行コースかな。アレクサンドリア。これアレクサンドリアって、これファイナルファンタジーのなんだろう。全然覚えてないね。詳しい人は誰か。50、プレイ中にゴリラが攻撃しに来るとかそういう要素欲しい。セルフパロディは大事。あれか。アレクサンドリアってどこだったっけ。リアルのアレクサンドリアじゃなくて FF のアレクサンドリアってどれだっけ。どこだっけ。どれで出てきたやつだっけ。ないんか、ないわかんねえな、俺。ないね。51、最初の街だっけ。ないね。ソフトはあったんだけどね、積みっぱなしでやらなかったんだよね、結局。集団でいいんですよ。今からイタストではなく酒を飲みたいと思います。52、買い占めるとノクト。お前何様だ。で、一回休み。ノクトは株よりも車買いそうだけどね。
ーターそうどうしようかな。一人をとりあえず進めるつもりだけど、やっぱりこの通信対戦をしたいじゃない。一回しかやってないけどさ、やっぱり知ってるメンツと、できればスカイプかな。スカイプじゃなくてもまあ配信をしながら、コメ欄でツッコミを入れながらやりたいかな。高3配信の時はそれでこれコメントで書き込みをしながらやったけど、やっぱノラだとね、なかなかエモーションアイコンみたいなやつは出せるんだけど、53個か、イタスト買ったんだっけ。体験版だけだね。54体すべて4人集めるのが厳しい。集まったら泣いて喜ぶレベル。わら。まあ地道にCPU 戦をまあやって、マップとキャラクターを揃えてって感じかな。まあリアフレも含んで4人集まるようだったら、ちょっと金出してPS プラスあれを購入して、でまあ配信でやる感じかな。いや、やっぱりみんなでガヤガヤやるのが楽しいからね。エモーションアイコンだけだとやっぱりつまんないっていうのはちょっと言い過ぎだけど、なんだろう、切ないね。ひどい目にあった時にエモーションアイコン1個だけで済ますのはね、切ないわ。高三配信の時に散々ひどい目にあったから。55、ベリさんがライツベでイタスト募集配信してたけど、集まることすら、配信する時間が悪いのもあるけど、なかなかそうだよね。ソフト買うのもまずハードル高いからね、なかなか普通にお出な張りますから。56、わかる。昔4人で徹夜でイタストやったわ。やっぱりガヤガヤ言いたいよね。さっき俺が13引いた時とかを、もうああいう時にこうね、ガヤガヤ言いたいよね。うわ13引いたわみたいな、お前トップだからいいじゃんみたいな話をこうガツンガツンしながら進めるのが楽しいからさ。エモーションアイコンだけだとね、やっぱりこう盛り上がりに欠けるというか、もうちょっとこうね、5倍買いとか高額リッチを踏んだ時とかの悲鳴がちゃんと聞きたいね。エモーションアイコンでは聞けない悲鳴がちゃんと聞けないと。うわーとかギャーとかいう悲鳴がちゃんと聞こえないと、この手のゲームは楽しめないから。ピョコンとか言ってエモーションアイコンが出てもさ、わかるんだけど、俺はちゃんと肉声で悲鳴が聞きたいし、悲鳴をあげたいね。なかなか集まらないと思うけど、まあ、CPU 戦だけでもね、やり応えはそれなりにやりそうだからいいやと思って俺は買っちゃったけど、ちなみに今飲んでるビールはカールスバーグという、これもクラフトビールです。
57、本気で神に祈るのです。集まれ。集まれ、モンチたちよ。集まってほしいけどね。イタストはさ、1回の時間が長いからさ、なんだろう、1回をちゃんと楽しみたいんだよね。勝つにしても負けるにしてもさ、悲鳴を上げるにしても、聞くにしても、一回をちゃんと楽しみたいから、野良だとやっぱりね、なかなか、そこら辺のこう、ね、やりとりがなかなかないから。というわけでね、今更か。まあやんなくていいよな、さすがに。さすがにやんなくていいよね。よし、あ、更新マジでするする。あ、ビール飲んどくわ。訪れはどうかな。結構訪れあると思うんだけどね。イタストだと気にならないんだけど、多分スプラトゥーンだとすごい気になると思う。あれ、それでもやるんだけどね、やるんだけれども、リハビリをやっておきましょう。マリオデッセイやってんのかな、配信は。また動物の森かな。58、イタスト終わってた。1回でいいんじゃないかな、イタストは。ランク6だからね。もう全然やる気ねえな、お前っていう感じになってるけど。59、タロイも02、乗り込め。
集団にしよっか。なんか装備も適当だな装備もすごい適当なんだけど、これでいいか。ボットズレしてんじゃないかな、これ多分きっと。ボットズレどうですか。すごい音ズレしてる。一応調整は しますけど。すごい音ずれしていればOBS で調整できる範囲で調整するけど、音ずれはしてるかな。60タロイモ02、よくわからないです。ジャンプの音と画像で、ジャンポンと動作でずれてるとかずれてないとか。61、タロイモ02、0.5 秒くらいかな。0.5 秒はどうやって調整するんだ。わからん。これでなんか変わったかな。わかりませんけど。まあ、ずれてたらごめんってことで。タロイモさん滑り込んできたね。36と6かもうどんだけ俺やる気ないんだよっていうのがバレバレの。俺このマップもよく分かってねえもん。どっちになってる。操作どうだったっけ。あー、やられた。いるとは思ってたんだけど、やられたかな。あー、やられた。勝てなかったタロイモさんに勝てなかったな。
劣勢なり。あ、やれた。あ、くそ。62、ぬれぬれ。あー、やられた。受けたかった。なるほど、やられた。すっかり忘れ去ってるな。あー、もうダメですわ。一人抜けてるけど、あ、久しぶりにスプラトゥーンやったわ。久しぶりにやったわ。ああ、相打ちか。ごめん。ああ、横から。横からなんかやられた。スパッタリー。スパッタリーってなんだ。俺の知らない単語が。スパッタリーってなんぞや。ああ、あいつか。
あれどうすればいいの、イカスピア。イカスピアをどうすればいいのかよく分かってないんだけど。これは負けてんのか。あー、やられておく。父さんを相手にしてもボコられる可能性があるな。63、父さん分からせるの。まあ初心者ですからな。ああ、スペシャル出したんだけど、跳ねた瞬間な殴られてる。ちょこっとだけジャンプして。寂しい。スーパー着地をする前に狩られてしまいます。残念。64、イタスタのサムネならイタスタやれよ。イタスタもう終わったんですね。勝利で終わりました。ちゃんとタグにスプラトゥーンって入ってるでしょ。うわー、ちょ、あーやれた。やられておる。65、直撃だと。撃を食らいましたね。ゲロー。あー、落ちた。落ちた。ダメじゃねえか。ダメじゃねえか。
ランク1が来た。あ、落ちた。ダメだ。全然ダメじゃねえかよ。基本操作ができてねえじゃねえかよ。基本操作ができてないとか無理なんだが。あー、ワインチか。イエーイ、やりたい放題だ。楽しいな。イエーイ、超楽しいスプラトゥーンだ。やりたい放題。味方超強かったわ。あ、10キルしてる。12キルの人に尻馬に乗って10キルしてる。超楽しかったわ。あ、空か。悲しい。ビールがなくなるとか超悲しいんだけど。久々になんかスプラトゥーン楽しかったわ。ああいうのがスプラトゥーンやってて楽しいと感じる瞬間だね。お、味方だ。よし、残殺しようぜ。皆殺しにしようぜ。
あーやれた。プライムか。あーやれた。やられたか。やられた、やられた。あー、ああいう血も触れなかったか。あ、やれた。マジか。あー、まだらだね。勝ってるっぽいけど。お、勝ってる。まあ、勝てばいいのだ。なんか一人落ちてるけど勝ってる。一回抜けますわ。酒を。酒どうしようかな。とりあえず皆さんもあの酒とつまみを用意をもう一回してください。
また違うビールを持ってきました。ベアレンというクラフトビール。まだ飲んでないんだよね。これが初めての味見です。66、オスオス、イカヤン、ごっはに触発されたの。67、タロイも02、うちの地酒ですね。ちょっとね、クラフトビールいろいろね、今回に限らず結構飲んでるんだよね、俺。じゃあ、乾杯。あ、いいじゃん。いいじゃないですか。あ、苦味とかえぐみとかが少なくて飲みやすいね。美味しい。おお、美味しい美味しい美味しい。いいですな。まあイカは高さんに、高さんがやり始めたからちょっとリハビリしてる感じですね。穴開ける感じなのかな。武器は あ、なんか武器ある。モミジカーボンプロモデラーバケツ。まあいいや。68、タロイも02、高3もやってるのね。スイッチを購入してイカを買ってるからね、やってるんですよ。ワンをやってないからなかなかあれな感じだけどね。またあれ、後ろから来てる。あ、切った。
69、明日新ステージみたいですね。やられてる。リハビリだったんじゃないですかね。ダメじゃねえかよ。水を差すなよ。
だっけ、金曜日だったっけ。あれをやっておきたいんだよね。サイズが合わねえ。首都沖クイズをちょっと作っておこうかなという。一応配信で作るのは初めてだけど、Twitter で置いてる首都沖クイズを感じでもないな。70回目に行ってかみ。ハニか、ハニで。あ、これどこ置くよ。ここ。これ端っこそうだからこっち置きたいよね。4択になるようにちょっとクイズを出したいのよ。4択になるような感じでちょうどいい立地を引きたい。これだと今だと豚右上と代理直とこの代理左下とワイン直最大前出しで豚を含むこの辺かな。71代理局は帝国ならな、ハニーだとないかな。だからね、1、2、3、どっちに置くかって言われてる、言われてもな、青丸がついてればな。ここに豚のここかか、ここに青丸がついてればいい4択になったんだけど。72代理は他の人には置けって言うけど自分は置かない。笑ひでえな。わかるけども。青もここしか見えない、見えてないとこないしな。あっとと、73大里で資源一気に確保しちゃうのも手ではある。これクイズにする？これでよければクイズにしますけど、いかがでしょう。ダメだったらちょっとやり直しましょう。74代理じゃ確保しきれなくね。行きたくないけどね。
全然起きたくないけど、こんなの代理はちょっとな、起きたくないわ。帝国だったら考えるけど、75、これ4択にならないと思う。次その代理直が択にならないからね。ちょっと待て。76、代理左下で牛麦代理鉱山改善して人口3開拓や。じゃあ、あれか、次に行きますか。ちょっと、ハニというのも。ある意味、条件になるから、これも変えて。誰や、ハニ。選び直したけど、ハニになったな。ここか、ここか、ここか。もうちょっとダメだな。もう一回、もう一回。なんだよ。ハニを選んでるわけじゃねえんだけどな。ちゃんとツイッターで、アンケートを取るんで。これもなんだ、これ。ここにすると貝が死ぬのか。前出しかな。あ、前出しもできない。マジで前出しの限界ここだわ。ここまでしか前出しができない。削れてる。絶望すぎんな。もう一回。77、これ削れてるし、ロックありますよ。削れてたわ、置けなかったわ。78、うんち。ストレッチだったわ。もうちょっとこう、4択になる感じにしてくんないかな。あ、すごいね。一見。赤丸しかないな。前出しとかある？ここら辺前出し？79、赤丸以外選択肢あらず、わら。80、赤丸以外置くとこがない。前出しか赤丸か、だけど赤丸置くよね、これ。普通に考えて。水もあるし。ああ、ちょっともう一回。結構あのクイズね、一発で決まるか、グダグダやってるかのどっちかなんだよね。せっかくのプレミアム。81、ない、わら。82、前出しするなら下方向、右は誰かいる。これは何？羊と牛？象か、象か平原か。あ、こっちも一応あるか。3択にはなるか。象、牛上、赤丸。83、これは選択肢多い。右1。この増殖と牛上と赤丸右1と他は他は前出しはここまでしかできないな。84、赤丸右上。右上。あ、せ、更新量食。85、下ツンドラ見えてるから赤右。赤右。こう、下切れてるからね。三択。86、選択肢多いのなんてすごい。神リッチかクソリッチやん。クソリッチはクソリッチでね、あっていいと思うんだけど。三択かな。赤丸がさ、赤丸か青丸がさ、選択肢に入ってるのが、俺としては好みなんだよね。87、クソリッチの選択肢多いやつほど難しいものはない。できれば赤丸と青丸が選択肢に入って4択がいい。5択とか6択になる場合もあるんだけどね。それ文句言われるんだけど、文句言われるけど、2択とか3択とかよりは面白みがあるからさ。ちょっと待
88、ちなみに削れてるとこの横にジャングルあるんで、下に文明いるのは確定している。これはどうよ、奥か。削れてんなこれ。これも悩むところがないな。これ牛上に置くだけだな。89、ツイッターの仕様が悪い。90、赤左で。牛左、あー、まあ前のやつか。ちょっとこれも戻しましょう。ツイッター4択までしか書けないからね。もっと選択肢が多ければ俺も入れるんだけどね。91、牛右下1択。これもちょっと今なかったわ。パッと見で送りっちだったからちょっとダメだわ。これは羊しかない、ブーストがない。あー、これこの絶望リッチやりたくないな。ちょっと酒を飲むからどうですか、この絶望リッチ。平原牛のみ。92、クソリッチ系で置く場所悩むやつ、ほんと嫌い。皆さんもちょっと一回酒を一口飲んでさ、つまみをちょっとつまんでさ、もう一回酒を飲んでから、クソリッチどうよ。93、飲み入れに、わら。94、マルチ。あの練習モッドで、ツイッターで俺は、首都どこに置きますかっていうアンケートをたまに出すから、今それをやろうかなという。95、初期どこクイズやで。あ、そうそう、ツイッターもしやってる人いたらさ、フォローしてもらえると嬉しいですわ。たまに渋野をどこに首都置きますかクイズとかもやってるし、ぜひね、96、以下の音が聞こえるが、さっきやってたから。さっきやってたからいいんじゃないですかね。コウさんが始めたら入るわ。絶望リッチはちょっとやだな。97、ゾウに置いて下に資源がなかったら弓積む。そういう先がないリッチはやりたくないですね。アンケートの出題、お題としては選択肢が多くて、そこそこなんか、あー、これすごい。あ、これいいんじゃね、これいいんじゃね。代理置くと魚死ぬし、赤丸置くと魚死ぬし、あ、これいいんじゃね、これ3択に、あ、4択にしようよ、これ4択にしたい。98、代理直、代理直で魚殺してやりたいよね。99、代理100、コッパ配信でイカやらないっぽいし、4配信あってもマリオだと思う。101、大里しかないじゃん。代理か、代理直か。102、代理しかないから。前田しか代理しかないか。ここが、赤丸がもう一歩、左だったら。103、これは削れ方次第だな。どうしようもないなら代理しかない。豚削れてるからね。豚が削れてます。多分豚、他の人の人だな。削れてる。豚の右に置けないから。豚の右に置けません。代理直だな、俺。104、逆にこれで大里以外に選択肢ある？あ、まあ、その青丸とかに置いて魚を生かすルートとかね。105、ない。マルチだったらもう代理直置いちゃうかな、きっと。見た瞬間魚ごめんなさいって言いながら魚はごめんなさいって言いながら代理直置いちゃうかな。106、タロイも02、牛の右下が平原丘なら悩んだところ。ないからね、赤丸か代理直しかないから。107、ウグで資源見せてくれ。これ一回置かないとね、見せらんないんだよね。はい、ちょっと赤丸で。チタンを経過させないと分かんない。
っちに文明がいるね。こっちにラグダルがいるね。まあ代理じゃないですかね。鉄も入るし、上になんか銅があるけど、ザベルがいるからなんかこの豚も取れなさそうだし、次の星だね。次の星4択、4択になる星はなかなかないんだよね。108、初期選択肢多いのって食料たくさんあってブーストが至るところにある立地でも探してんの。そうでもないよ。青丸とかさ、そういう立地、あ、これいいんじゃない、これ、これどうですか。ブーストとしては石と平原丘と、あとバナチョクかな。いや3択になるか。あとは 前出しという選択肢が一応あるけど、上に下に文明いそうだしな。これ3択か、石か平原丘かバナチョクか。109、農業ある文明で変わるかな。スーリア、スーリア狩猟です。110、平原丘かな。これも平原丘置くな、これ多分平原丘置くな。すげえリッチだよこれ。牛よ4ついるよ牛4リッチとか俺初めて見たわ牛4で主と牛3とか111、平原丘か石だけじゃね。そうね、ちょっと平原丘置いてすごい出力になりそうな位置だけど。112、タロイも02、すごい出力だ。113、畜産間に合うけど食料3欲しいから丘で。あ、ランダムにしちゃったけど、まあいいや。マーキンするな。114、これは2択でしょ。通りちゃ見なかったことで、このクイズ意外とね、いいものがなかなか来ないんですよ。気軽に出してるように見えて。ここ115、クソリッチ選択肢あるぞこの超前出しする山脈に挟まれた超前出し116、置いてみて、わら。端にいるわ。普通に前出ししてもダメ。117、もろこし左上。普通に置かないとダメだね。文明いました。118、これは一択、ね、文明がいるようじゃダメだね。アンケートを取る価値のある立地っていうのがね、ないんだよね。あ、シブマルチが始まるのかな。これはここと、ここ、あとここか、この辺か。あ、一応4択になるよ。もろこし2つ上と、もろこし2つ下と、
あと占領直その1その2。一応4択になるかな。あ、これどうですか皆さん。皆さんどうですかこれ。ちょ、前出しというのは食料はないからなさそうだけど、上が削れてるから誰かも見とくか。ブルブル、この平原丘森に置いちゃうか、このそう119、4択にはなるな。ジャングルあるから上か右下に誰かいるぐらいか。上の平原代理に、あ、平原丘に置くか、この占領どっちかに置くか。そこに小屋あるからね、小屋あるから、上を意識するんだったらこっちの占領で、内政を意識するんだったらこっち。125トン、わら言葉即死亡でしょう。下一応安定だけど、下の代理、下の平原か。これ4択になるな。一応これにする。120、これは孤島やな。孤島は置かないっしょ。122、上下の平原丘か青丸。青丸置く、これ青丸置かないんじゃない。青丸置くんだったらこっちのどっちかの占領に置かない。コインブーストつくぜ。あー、だけど青丸を信じてか。だけど4択にするんだったらこの平原丘とこの平原丘とこっちの占領とこの青丸かな。上ぶつけるんだったらこっちの平原丘だよね。内政するんだったらこれかで、安全策を取るんだったらこっちで、なんか資源を目指すんだったら青丸か。123、青は貝の食い方が汚くなるからない。ここと赤とここでいいんじゃない。一応2箇所食えるよ、青と赤とここと。でこの辺も出せばもろこしもともぐいできるからいいんじゃない。これにしようか。じゃあ答えはまあツイッターで後であげるんで。124、指導者誰。ブルです。指導者はブル。これも取っとこうか。125っていうか平原丘のどっちかでしょ。一応まあこの2箇所に置きたい人もいるんじゃない。どっちか
青の魅力に惹かれる人が若干ながらいるかもしれない。どっちかに置く気がするけどね。上だとだけど物かぶりしそうだからこの辺は一応ありかな。126、そのどっちかの右に置くとブースト潰れるからな、序盤クソ弱いぞ。そういうのもあるね。そこら辺を考えて、あえて青丸のロマンを求める人がいるのか、あるいは堅実に制限丘を求めていくのか。4択としてはこんなもんだよ。大抵は1択とか2択だからね。なかなかね、4択埋まるっていうのがね、ないんだよ。前出しのところがいっぱいあるだけで、特に正解がないとかね。そういうのは割とあるんだけど、ブーストがあって、かつ青丸に、127、ちなみにドームはどこ？見せません。アンケートの後に正解としては見せますけど、今は見せません。それは、だってドームが分かったら選択肢変わるじゃん。ダメですよ。結果論として後で確認すんのはいいけど、今は見ちゃダメ。ドームも予想しながら、赤丸の位置を見て、銅鉄馬をどこにやるのかをちょっと予想しながら、そこも一応首都沖のロマンなんで、そこは見せちゃダメですよ。銅馬鉄がどこら辺にあるかを考えながら置いていかないと。リッチだとどうかな。赤丸は食料重視っぽいから、金属と馬がどこにあるかちょっと分かんないね。このリッチだとあんのって感じはするけど、戦略資源あるかどうか怪しいけどね。どうだろう、戦略資源どこよこれ。ブルだっけ。128、まあ多分首都圏にあるやろ。微妙だよ。だけど赤丸が今食料全部含むところだからあるとは限らないよ。129、ブル出しをかかな。
三択はこれ赤丸入らないねだけど赤丸が入らないな。130乗り込め。131結局クソリッチでの4択じゃねこれ。とはいえ食料が3つあってブーストもあるから割とそこまでひどくはないんじゃないの。占領か。モロコシ132ポンデリオン。こんなんモロコシにしたやな。モロコシ上にとモロコシ下にとモロコシ左にの占領直と青丸の4択にしようと思ってるけどいいかな。他の選択肢は除外しようと思ってますけどどうですかね。133赤右下以外選択肢がどこかもわからん。134最序盤回より反乱のだましだが、反乱があるからな一応。まあちょっとじゃあこれでやってみますか。ちょっといや135ポンデリオンノーブーストはありえん。ノーブーストはありえんというのもありですよ。当然ありなんで。136エリオス銃 URL 省略。ありましたんで、皆さん好きに投票してみてください。答えは投票が締め切られた後にあります。セーブデータ残しておくんで。137一マスコトンが起きてる AI すごいな笑。一マスコトンはおかんやろさすがに。この青は絶妙だったかもしれないね。ブルだし。まあツイッターのアカウントある人はぜひ投票してみてください。138下平原岡が 98% 変わり者が上平原岡 2% 右に置く人は計測不能レベルじゃねえか。ね、まあ、平原岡か まあそれはちょっとアンケート結果を見てみましょう。そのためのアンケートなんで、せっかくの
せっかくのアンケートなんでね、そこはどういう結果が出るかをちょっと楽しみに一日待ってましょう。139、チャテコトウ。コトウだったらもう下の方の平原丘でよくね。140、俺はもろこし右下かな。後ろに2つと下つし。あー、もろこし下にか。右下？右下？右下か。右下置くんだったら青置いちゃった方がいいと思うけどね。青か、占領色か。右下ないと思うよ。占領チョコ置けばコインブーストつくし、あと青丸で資源があるかはあるかもしれないし、あと青丸置くと一応この氾濫源が1マス範囲に入るから青丸が意外とあり。141、青は立ち上がりどうしても弱いからちょっとな、改善も一つしかできないし。平原丘以外だったらまあコインブーストか1マス範囲にパンさん入る青丸かの4択じゃないですかね。内政がしたいんだったら占領直後は別にありだと思うよ。 川も流れてるし、あと氾濫源も入るし、で荒廃地もちゃんと確保できるし、で小屋も手に入るしね。142、ってもジャングルあるしそこに文明いる可能性は少なそう。ジャングルなんだよね。いやちょっとトイレ行ってきます。ビール飲みすぎだわ。
ふぅ。なんかもうすでに8票とか入ってんだけど。なんか票ばらけてるよ結構。俺は見えるんだけど、あと投票した人も見える。ばらけてるよ。票ばらけてますよ皆さん。思いのほか票ばらけてる。じゃあ渋に関してはちょっと投票してもらってどこに置くかっていうのをちょっと考えてもらえればと。もう一回条件を言うと、あ、ツイッターを見てくれれば一応リッチとか条件も書いてあるけど、さらにもう一回143マルスじゃないから適当なんやろ。首都区の楽しいからね、首都区の楽しいから。もろこしの、上にの平原丘と、もろこしの下にの平原丘と、もろこしの右にの、コインブーストがつく、占領直と、青丸。この4択で置きました。なので、皆さん、ふるってアンケートを答えてみてください。自分がどこを置くか。で、結果に関しては、アンケートが終わった後に、ワールドビルダーの結果をポンと貼っとくんで、自分の選択した結果が他の文明とか戦略資源とかの兼ね合いを見て正解と言えるのかどうなのか、結果論的に後で知ることができるという毎回おなじみのシステムになってますので、うん、最初がよね。最後はどうしようかな、イタストしようかな。正直今スプラトゥーンやるとね、なんだかんだ言って結構酔ってるから他の人には迷惑かけちゃうかな。あとツイッターフォローしてもらえると、たまに渋のアンケートを取ったりするんで。